今ナイフを子供使わんかな、親が使わせんかな、ナイフ、ね、ナイフは。あの昔はこの一本で山に遊びに行ってましたからね。ナイフ一本とあと塩とあのマッチを持って山に遊びに行ってましたから。何ですか塩とマッチと。山であのいろんな鳥取ったりなんたりで焼いて食ったり魚取って魚にそれやってましたからね。塩を使って焼いて、塩と、まあ、あの昔やけなサッカリンを持って行ったりなんかしてましたね。サッカリンね、昔もワゴンでやってました。やっぱありましたか、ね、ありました、ありました、ワゴンは。やっぱあの弾力がないとダメだからね。当たった。当たったけど。もう倒れた。はい、こちらがマダケになります。はい、でこちらがヤダケになります。でやっぱりあのこちらの細いんで、あのいろんなのに使ったりなんてしますけどね。今のぐらいがおらんといかんのですちょっと説明してもらっていいですか、はい、これはこれがあのゴム鉄砲と言います。でこれがあのなんて言いますか、ピストルのあれになりますですね。でここにゴムをかけてこういうふうに、でこれを引くとゴムが飛んでいきますですね。ここに紙を詰めて、はいはい、でこれを押してこの前の紙を飛ばす、で音がポンと言うんですよ。でそれであのする分ですね。紙鉄砲です。ここに穴をほがしてですね、こういうふうにあの布を巻いて、で水をここから吸い上げてこういうふうにするとここから出ます。でもう一つのやり方はここの中にビー玉を入れてですね、でここを穴をほがしてこうすると連発でいけるんです。こうこれで、で引くときは上を押さえて突くときに手を離すんですね。そうするとここからとこれは連発でいくようになります。